李愛友は、朝鮮の詩人。郷は、無量、そうか、直日、四郎シロ氏。本願は、月白利氏。混乱の時代を生きた、民族詩人として知られている。1901年4月5日、京昌北道手口祭門路に生まれる、四人兄弟の次男。父は、李氏シレ。母は、金地加子。兄は、李愛城、弟は、李シ司、李つかさ、 幼い頃に父を亡くしてからは、叔父の世話で私塾に通い、読み書きや漢文を収めた。14歳の時、上京し、中央学校の中等課程に入り、終了した他後、故郷に戻った。1918年の夏、李は旅に出る、金剛さんから漢文土一体をさすらい、家に戻ったのは6ヶ月後であった。この旅は李にとって、生きる意味。 人生を考える旅であったらしい。我が寝室へは、この放浪の旅の中で完成させたものと述べている。1919年3月1日、李が18になる年に3.1運動が起こる。李は、この運動に呼応し、白元一万と共に同月8日、ペグで独立運動を起こした。その後、朝鮮総督府の謙虚を逃れて、ソウルに隠れ、同郷の友人である。 延べき専門学校に通う声楽家の僕やすしのところに身を寄せる。この頃から祖国の運命に悲観し、酒に酔うようになった。1919年陰歴10月、人に勧められるまま、公衆の名門である女官、タスクの娘、ジョジュナイと結婚する。実は李には密かに思いを寄せていた女性がいた。 継承南道出身の孫、失恋という女性で独立運動の同志でもあり、李はこの女性とかなり親しい関係であったという。1923年、土日市、東京のアテネフランセに通う。李は、東京に留学することが目的ではなく、フランスへ行く足がかりにするためであった。朝鮮総督府から要視察人物とされていたため、ソウルからフランスへ行くことはできなかった。 アテネフランスでフランス語を学びながら、機会を伺っていたが、その年の9月に、関東大震災が発生し、東京に住む、朝鮮人が大迫害を受け、リモ、留学どころではなくなってしまう。翌年1924年春に帰国することになった。東京にいた頃、柳放課という女性と恋人の仲になったという、柳放課は、後の1926年配病にかかり、 李の膝に顔を伏せて死んだ。ソウルに戻った李は、カ街道の水運亭に住み、試作に没頭した。混合商店、逆転、別李などは、この頃の作品である。また、この頃、李は相当の主語であったと言われる。1925年、古府の設立に参加する。1927年、故郷のテグに戻る。李は常に関係に監視され、 やがてそうした圧力が、李の精神を壊し、酒と女に溺れ堕落してゆく。1934年まで、一辺の死も発表されなかった。1935年、中国にわたり、独立運動を起こしている、兄の愛さだめにあった。そのまま、一年ほど中国を遊覧し、1936年に帰国した。帰国した李を、朝鮮総督府は、スパイ容疑で、逮捕。 24日にわたり拷問した。この拷問で、理の体は極度に衰弱し、その後、回復することもなかった。1936年から40年まで、南学校で教育や文化活動に取り組む。1940年からは再び筆を取り、遥かでの英訳や国文学史フランス史などの表訳を出す予定をしていた。しかし、 それらを完成させることもなく1943年、衰弱しきった李は床に伏せ、陰歴3月21日朝8時、夫人の傍らで池を引き取った。李の意外は、継承北道立城軍花園綿別里一区の月城李氏の墓地に埋葬された。1943年、白本一万屋女春時など、同郷の友人らの定義で、朝鮮総督府の目を避けるため、 詩人死老尻公、忌みなしをかずゆきぼとだけ刻まれた墓碑が立った。戦後、金総運の提唱で、手櫛の達死城公園に、なおかしが建てられた。ありがとうございます。